プリンセスリーグ C ブロック今回の選手は水瀬夏美プロです。イエーイよろしくお願いします。するしない。なっちゃんちょっと前髪伸びましたね、はい、最近伸ばしてるんですよ前髪。そうなんだ。切っては伸ばして切っては伸ばして、だからもう切ると短いのを楽しんでも飽きて今度伸ばそうってなる、こう繰り返しをちょっと。で今ちょっと伸ばすのを楽しんでる時間だ。そうなんです大人っぽい。前髪まだ伸ばしてます。かわいい、こういいよ。なんかセクシーになってきましたね。セクシーセクシーさ欲しい。なっちゃん今ポイントがかなりプラスで、はい、そうなんですよ70ポイントぐらいあって、でこのままいければ準決勝そのままプレーオフなしで、そうこのまま終わればいいんですけど、あとヨハンちゃんも打たなきゃいけなくて、しかも下の方から狙われるポジションなんで本当今日はやりづらいなと思ってます。そっかそっか。一緒に打ってて 今、はい、今日この C ブロックどんなイメージですか。どんなイメージ、普通もう打ち慣れた方ばっかりいや意外と打たない方結構いて、ちょっと新鮮味もあるんですけど、まあ、なんかそこまでこうこの人怖いとか、うん、なんかあの人嫌だなとかはないですないなんかじゃあその中で自分のここまでの出来は何点ぐらいですか。出来はね最初、まあ、2節終わってて全部で8回打ったんですけど、最初の4半ちゃんが、まあ、小見春ちゃんに4連勝されちゃったっていう悲しい過去があるんですけど、うん、それがもう本当ね私の中ではショックだったんですよ。なんかもうなんていうか4連勝ってやっぱ結構止められるじゃないですか。なかなか4連勝されないじゃないですか。いやでも、ね、なんかでも乗ってる人止められないよね。あれ何なんだろうね。わからないですけど、リーグ戦とかでもあるよたまにね。たまにあるんですけど、なんかそれをさせちゃった側と思ってちょっと責任を感じてしまって、そのでもう一回小見春ちゃんと同卓だったんで、ちょっともう意地でも勝ってやろうと思ったのが、まあ、ちょっと気持ち的にいい結果になったんですけどね、なんでまあまだポイントは ね、その1番小見春ちゃんで、私2番につけてるんで、本当はまくりたいんですけど、お本当はね1位通過だ。そう1位通過したいんですよ。1位通過ってかっこいいじゃないですか、まあ、特にそこに差はないんだけどね差はないんですけど、ないけど響きはかっこいいよね。そう、なんで、まあ、私が4連勝させちゃったなっていうのもあるし、このままなんかこう負けてる感じがちょっと嫌で、まあ、下の人も警戒したいんですけど、まあ、上を目指したいなとは思ってますね。かなり立派なちゃんとした意気込みがあるから、なんかなっちゃいいね。頑張って、ぶれないね。ぶれない、ぶれたくない。じゃあもう2以上は守りきる。絶対守りたい。そしてさらなる高み、1位通過を、1位通過目指すために、うんね、でも前半だもんね。前半なんですね。そうなんで、も後の人はポイントを見て打てるんで、私は結構立場的に不利なんで、ここでマイナスすると相当やばいんですよね。確かに仮定したいですね。そうなんです。 でもそうやって守備するとダメなの分かってるんですよ。え、そうなの。そう、この人には打っちゃダメだとかなると、しかも私絶対に狙われるんで、山越しとかあるじゃないですか。山越しって降りないと山越しされないじゃないですか。例えばですけど、今あれ通ったからあれ切ったら論点される関係なく私は攻め続けるみたいな。あ、そしたら山越しじゃなく普通の論が待ってるぐらいかな。普通の論が待ってるんですよ山越しはない。山越しじゃないね、うん、そう攻めた結果の論があると思う。 まあ、そっちの方が潔いし、自分のメンタル的にもいいんじゃないかなと思って。なるほど。しょうがない。山越しされたらもう私超ってなると思うんで、一回トリプルの山越しされたことが経験であって、怖い、怖いでしょ。メンチンなんちゃらかんちゃらみたいなやつなんですけど、街いっぱいあったの。街いっぱいあったんですよ。あ、じゃあ山越ししやすい。まだでも本当絶対山越ししないであろうし、なんだろう、山越ししないであろうじゃないな、ね、もう少ないんですよその街が、でも結構出て、もう唯一私がそのつもぎった範囲で、つもぎりってなんかやむなくないあったんで、その経験はちょっと嫌だなと思って、その降りるとダメなんだなと。じゃあ攻め切って勝つってことだ。攻めたいですね、うん、今の話降りてないけどね降りてないけど、今のは降りてない、掴んじゃっただけだから、たまたま掴んだんですけど、うん、まあ、その山越しって結構メンタルブレイクしちゃうんで、それをちょっと今日はないようにしたいなと。ヨハンちゃんだ、ね、あるんで、結構あり得ると、全然あると思うんです。最後とか特にあると思うんですけど、ちょっとドキドキするね、あの独特な条件戦でね。ですよ。でファンの皆様に意気込みをお願いします。はい、私はおりませんよろしくお願いしますこれからもなっちゃんを見守ってください。さあ、というわけでなっちゃん、はい、ありがとうございました。皆さん、夏美プロでした。応援しろよ